アメリカ合衆国サンフランシスコのオーシャンビーチでの波の花メディアを再生する昇華ブロックに衝突してできた波の花波の花は沖合で分解された水の花などに由来し溶解性有機物質を特に多く含んだ海水が攪拌されて作られた泡である。波の花に含まれる物質の中には界面活性剤や気泡剤のような役割を果たすものがあるがこれらは海水が 再波により攪拌される時に波が空気を閉じ込め表面張力によりお互いにくっついている分解しにくい泡を作る。この泡は密度が低く分解されにくいために強い海風に吹かれて内陸へと流されることがある。俗にカプチーノコーストと呼ばれる。波の花の拡大写真ナガブルで観測された波の花汚染された雨水が火星や排水路から海に流れ出る。 場所付近の海岸では、波の花は、ウイルスなどの汚染物質を含むこともあり、悪臭を放つこともある。さらに付近で原油が流出した場合や、エンジンオイル、下水、洗剤を含んだ雨水が波の花を作った場合、より分解されにくくなる。有害藻類ブルームの分解により生じた波の花は、直接触れたり、乾燥したものに由来するエアロゾルを吸い込んだりすると、皮膚の炎症や、 呼吸困難を引き起こす場合がある。ありがとうございます。